ルトを押しながら1、ほんならこのようにチェック1がつきますね。もう慣れてきた方はこれをやっていただけたらいいと思います。これでですね、どん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 送っていただいて、あ、これいいなってな感じで、まあ軽いノリでね、本当はもっとじっくり見た方がいいですよ。あ、トン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 トじゃあプロパティをクリックしていただきましたら、よくねここでですね写真印刷にする方がいらっしゃると思うんですけど、別にいいですよ、いいですけど、しないでもいいです。どっちみち後で選ぶのが一緒になるので、ここですね、どっちでもいいんで、とりあえず基本設定というところをクリックしてください。基本設定、まず1番プロパティをクリックしていただいて、そして基本設定ですね、基本設定をクリックしていただきます。はい、で写真用紙っていうのがね、一般的だと思うんですけど、キヤノンのね一番いい紙っていうのは今のところですね、光沢プロプラチナグレードってやつらしいですよね。はい、ただ、すいません。で、光沢プロプラチナグレードっていうところをクリックしていただきます。じゃあプラチナグレードをクリックしていただいた瞬間にね、瞬間にここの、まあ、いわゆる綺麗になってるじゃないですか。要は品質綺麗に焼くっていうところが最高になってるわけなんですよ。なのでもうここのプラチナグレードを選択した瞬間にさっきの写真用紙とかどうのこうの選択するも一緒になるんで、なので基本設定でプラチナグレードにしていただいても十分です。でさらにここ重要なのはそんなことよりこっち、色スラッシュ濃度っていうところです。色スラッシュ濃度のマニュアル設定、マニュアル調整、ごめんなさい、マニュアル調整っていうところにチェック入れてください。これもですねテキストとあれ DVD 両方入ってますんで確認していただければ結構です。マニュアル調整、じゃあマニュアル調整クリックしていただきましたら、ここの設定っていうところがあります。横にこれクリックするだけじゃダメです。何の意味もないです。この設定っていうところをクリックします。はい、そうするとですねマニュアル色調整っていうのが出てきます。テキストは次のページに行ってますね。ナンバー05です。今はねぼんやりでいいんです。でもかえって DVD を見ていただいてまたね復習することによってちょっとでもね分かるようになってきますんで、この設定絶対必要ですんで、今までやられてなかった方は絶対してください。なんとかねやってください。全然色が変わってきますんで、普通の通り普通に印刷すごいってやるとはね全然違いますんで、でマニュアル色調整っていうのをクリックしていただいて、設定のところをクリックしていただきました。はいですね、はい、そうするとまたウィンドウが前に出てきまして、マッチングっていうところがあります。マッチングっていうところをですねクリックしていただきます。はい、ここでね何か調整したい方多いと思うんですけど、しないようにしてください。マッチングっていうところをクリックします。はい、で重要なのでめちゃくちゃ拡大したいと思います。これ色補正はなしにしてください。はい、なしにしないとダメです。要はプリンター側で色が変わってしまいますので、 BPP とか Photoshop で色を調整したからといってここをなしにしなかったら色が変わります。意味がないということですね。はい、なので色補正はなしにしておいてください。これで OK。 はい、で OK。 プロパティもここをクリックします。ここの中の印刷用プロファイルっていうところがあります。印刷用プロファイルの中にですね、ここもうなしになってると思うんですよね。なしになってるところをクリックしていただきます。そうするとですねプリンターのプロファイルがジュ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 って出てきます。なんじゃこんじゃと出てきます。
ここでですね、もうわかんって言わないで、ちゃんとですね、これを選択するだけ。もう選択するのはですね、時と場合によって違うってことじゃないんですよ。もう選択するのは一つだけなんで。はい。なんで、キヤノンのプロ9500を使ってる方は、このマーク2でも、1でも何でもいいんですけど、PT ってやつですね。PT の1。古いバージョンでですね、2とかある人も1を選んでください。キヤノンプロ9500マーク2 PT1 ですね。これを選ぶようにしてください。これ、わかります？これのクロスフェードって言うんですよ。で、このクロスフェードなんですけど、これ、並び替えを押した瞬間にこのクロスフェードが入ってくるんです。画像と画像の間に。勝手に何も設定しないんですよ。なので、画像を選択していただいて、並び替えっていうところをクリックして。で、保存するだけで、画像がぴょん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 って繋がります。で、それを保存して、一気に見ることができる。これが画像編集の非常に簡単なやり方。いやいやいや、私はもうちょっと、もうちょっとって残ったことがしたいんです。例えば、ここの画像ありますよね。テキストにも一応載せてますけど、この画像が若干長いんで、ちょっとトリミングしたい、いいとこだけ使いたいっていう場合のため方のためにこれまずクリックします。そして再生時間っていうのがあります。これをクリックしていただきます。そうするとこのような画面が出てきますね。でこうだー、これ何分ぐらい撮ってましたかね。結構撮ってた、2、3分ぐらい撮ってたんですけど、あ、書いてますね、2分30秒撮ってたんですけど、やっぱりね、三脚据えて置いとくだけなんで、全然人の目気にならないですね。やっぱり写真撮るときってこうやって構えて走ってくるじゃないですか。やっぱり結構人の目とかね、ドキドキするんですけど、動画って全然ドキドキしないですね。ずーっと置いとくだけなんで、でも後で見たら感動みたいな、結構あるんで、面白いと思います。で、例えば、これがじーっとありまして、この辺でここにほら電車が出てきましたよね。でこの電車を使いたい。ならここほらちょっと見えてるの分かります？ちょっと見えてるところでこれをします。これテキストにも載せます。これが開始点の設定っていうんですよ。専門用語っていうか、そういうプロのね、ムービーとか作ってる人はインテンって言います。インね、イン、アウトのインね、入る点、インテンをここで打ちます。これね、はい、ほんならこっから使いますって出てきます。んでこれがビヨーンって流れまして、よこれ、まあ、こんな感じでいいですわ。これでアウト点をクリックする。そうするとこのこっからここまでしか使わない。若い子向けの若くないですけど、30ですから若くないですけど、ちょっと若い子向けの音楽で作ったものをお見せして終わっていきたいと思います。でここの左上にですね、文字が出せます。こんな感じで出てきます。で、好きな時に消せます。今のクロスフェードですね。大体結構モノクロを使っちゃったりとかしてますよね。で、これも橋の上から撮ってるんですけど、結構ジロジロ見られますね。全然違う歌を歌ってるのにね、申し訳ないですよね。これ全然知らないと。で、まああっち向いた時にモノクロにしたりとか、音楽に合わせていろんなトランジションが組んでいただいたら面白いかなと思います。まあそんな感じで今日の講習会の方は終わっていきたいと思います。長いことありがとうございました。